前回のあらすじ、敵の中に上下関係があることが明らかになった全地球防衛機構軍。果たして、敵を指揮するボスとは一体何なのか。あと今日の昼ご飯は卵がゆでした。どうでもいい報告ありがとうございます。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。EDF 新人隊員の2部でございます。毎度毎度献立を知らせるのは何なんだ。ツッコミ担当のマリサだぜ。ということで、今回も地球防衛軍をやっていきましょう。こちらレンジャー2。最後のメンバーの到着を待ち、突入する。ミッション18、ホラー穴の秘密。怪物だ！ホラー穴に突入するミッションです。こちらレンジャー2、怪物の攻撃を受けている。新入り、先行したレンジャー2が戦闘中だ。合流しろ。ホラー穴にもアリがいるんですね。まあ本来アリの巣は地中にあるんだけどな。こんなにでかいアリの巣なら、地盤沈下起こりまくりですよ。どうするんですか？責任取れるんですか？アリさんたちに圧しに来てるんですが。最後のメンバーはお前か？こんな危険な任務に新入りをよこすとは。よりによってルーキーか。ビビって逃げ出すんじゃないぞ。ああそうですか、わかりました。今からお前らのこと全員肉の盾として使わせてもらうから、ドレス耐性ゼロかな。とにかく、まずはアリを探さないとですね。そして偶然を予想して味方を取り残すのです。思いっきり犯罪を犯そうとしてることに気づいて。ほほう、どうやらクモもいるみたいですね。これはいわゆるシェアハウスってやつですか？違うと思います。果たして生物のシェアハウスは可能なのか。我々はアマゾンの奥地へと足を踏み入れた。この光景のどこにアマゾン要素があるのだろうか。おっと、第二波のお出ましですね。ささっと倒しちゃいましょう。地下に怪物がいるんだ。これだけでかい穴を掘ってたなら、バレない方がおかしいよな。いや、周りはそもそも地下に存在するものだし。この状況に慣れすぎじゃない？敵を全滅させるまで撃ち続けろ。イエス。それにしても、洞窟内のアリってリアリティが増しますよね。ガリバートンネルで私たちが小さくなったみたいですもん。ドラえもんの世界もこんな感じですかね。ドラえもんはこんなに液体吹き出したりしない。確かに、こんなドンパチしたりドバドバ吹き出したりしませんよね。R15 劇場版ドラえもんの枠、お待ちしています。子供たち泣くぞ。ふぅ、これで一応全滅ですかね。一方向からしか来ないから戦いやすいな。おっと、造園ですね。この洞窟は何なんだ？怪物の巣なのか。おいおい、カエル兵の声も聞こえるって。ここにいるのアリとクモだけじゃないんかい。まあ世話がかりとしているんだろう。カエル兵も私たちの地下にいるって考えるとゾッとしますね。ミニマップを見るとここら辺ですか。あっ、いたいた。先手必勝、正々堂々勝負しろ。高速で矛盾しないでください。エイリアンだ。信じられない。地下にエイリアンがいると。地球の地下は巨大生物繁殖場になってたんですね。知らず知らずのうちに侵略が進んでいたんだな。まあこれも一方向からしか来ないので、落ち着いて一体ずつ倒していきましょう。それにしても、この迫撃砲めちゃくちゃ強いですね。ただ撃つだけで敵が吹っ飛んでいきますもん。誤爆しないで。失礼失礼、手が滑ってしまいました。手が滑って誤爆はシャレにならないのよ。ひたすら撃ってるだけだったのでカット。洞窟も少し広いところに出ました。カエル兵が近くにいるな。ほら、先制攻撃、先制攻撃。うるさい。あい、ミスの一つや二つ許してくださいよ。そんなんじゃ器が大きい人って言われないですよ。このおたんこマス、バーカバーカ。お前の母ちゃん井上陽水、何一つとして合ってないんですが、他の人のミスを許せる心を持つことが大切なんですよ。私の母を井上陽水にするお前の心を疑うわ。まあこれからは誤爆にも気をつけないといけないですね。洞窟ならではの立ち回りを求められます。よし、一挙上がり。突入チームへ前進して怪物を駆除せよ。洞窟は未知の空間だ。十分に注意しろ。おっと、まだ進めって言うんですね。危険な任務だが、放置すれば将来恐るべき脅威となりうる。今地底の怪物を全滅させなければならない。え、全滅ですか。目標、かなり大きく出ましたね。こんだけ広い地下の敵を全滅か。これは当分は帰れそうになさそうですね。偵察のためウィングダイバーが先行している。この付近にいるはずだ。合流しろ。ほほう、偵察部隊ですか。突入して先行部隊を援護する。確かに、こんなに暗いところで取り残されると精神的に不安定になりますよね。よく偵察する気になったよな。ウィングダイバー、突入チームと合流しろ。ウィングダイバー了解。これはウィングダイバーの心の支えとして進化させ、合流して一緒に戦わないといけませんね。心の声も出てるんですが、
おっと、敵がいましたね。遮蔽物がない空間ですが、うまく戦っていきましょう。オラオラ、三段迫撃砲の先制攻撃だべ。ウィングダイバーなんて気にしない。誤爆しても巨大生物のせいって言えば大丈夫。大丈夫じゃないからね。ミスった時はなすりつければいいって偉い人に言われました。その偉い人と共にありに食われてしまえ。さあ、洞窟内の戦いも本格的になってきた。ここからはいつも通りの乱戦だ。さあ、肉の盾よ、言ってこい。うまくと内容が一致してないんですが、味方と書いて肉の盾と読む。この世界ではこれが常識みたいですね。こんな常識があったダメなのよ。オラオラ、誤爆を恐れず迫撃砲連打。味方が犬を巻き込んで撃ち続けてやる。思いっきり殉職させる気満々じゃん。まったくもう、しょうがないですね。私もスピアで戦ってあげますよ。味方隊員よ、感謝しなさい。新人隊員なのに上から目線。すごい、どこを見ても雲しか見えない。360度雲だらけ。まるで雲のバーゲンセール。まるで雲のバーゲンセール。最後、馬を放っていいです。ちょっとこのワード何かに刺さってないかなって思って、だとしても馬を放っていいんだって。よし、これでオッケーですね。なかなか大変な戦いでした。それにしても、まだウィングダイバーの反応がないな。そろそろミニマップに移ってもおかしくないんですけどね。とりあえず次の敵がいる位置まで倍速で。よっしゃ、発見。三段迫撃砲で先制攻撃。突入部隊を発見。お、ウィングダイバー部隊がいましたよ。ずっと探してたんですから、大変でしたよ。どうやらアリに囲まれてるみたいだな。しかし、私が来たからにはもう安心。まあ先の戦闘で下見を除いて全滅しましたけどね。お前が盾にしたせいだからな。何はともあれ、こうやって無事に見つけれたのでよかったです。さっさと倒して合流しましょう。新たな地球外生物が確認されました。アルファ種、ベータ種よりもさらに大型です。全長は約70メートル。人類が目にする最も大きな生物だと言えます。アルファ、ベータと生物的な差異が大きいことから、特別な分類が必要と判断し、エルギヌスと命名しました。現在対策を検討中です。ほほう、新たな生物ですか。毎度おなじみのエルギヌスだな。エルギヌス、一体どういう生物なんですかね。よし、これでオッケー。登場準備クリア。休憩休憩。お、まだ敵が残ってるんですか。まだまだ戦いは続きそうだな。アイテムを回収しつつ、さらに奥に進んでいきましょう。敵を発見したので迫撃砲を撃っていきます。どうやら敵も反応したようだな。ちょっとここだと戦いにくいので、通路に誘導しましょう。激しい戦いだ。エイリアは、何をしているんだ。やった。地下で怪物を繁殖させようとしてるに違いないぞ。おいおい、怪物が増えるってのか。地下で繁殖したら止めようがない。放っておいたら大変なことになるぞ。確かに、いつでも地上に上がってこれますからね。ドームライブ中にアリが出てきたらフロア熱狂ですね。動きエビなんですが。うるさい。切れるな。助けてもらったのになんですか、あの態度。そのまま食われてしまえばよかったのに。あれだ、不安に積んでるってやつが、あいつにとっては心身するのがデコなんだぞ、きっと。けどこんな聖地の境で出さなくてもいいじゃん。それくらい余裕なんですか。私まだまだいけますけど、アピールですか。あなたは何に切れてるの。ギリギリの状況なんですから、心身した態度とかやめてほしいですよね。よし、これでオッケーですね。まだ敵は残ってるみたいだな。まだ残ってるんですか。私早く本部に帰って実写版デビルマン見たいんですけど。そう映画じゃねえか。こちらフェンサー、位置情報を送信した。最も深く潜ったのは俺たちで間違いないな。後続部隊がそっちへ向かっている。合流して進め。ここまで到達したチームが俺たち以外にもいるのか。ところがどっこい、いるんだよな。かなり深くまでこのホラー穴は続いてるんだな。これ帰り道わかるんですかね。うお、めっちゃ広。かなり大きな空間に出たな。埼玉県の巨大貯水場みたいですね。これは迫撃砲で明かりを確保しないと先に進めないですよ。おっと、ここにも帰る兵がいるんですか。これは迂闊に下に降りる特権層だな。まあいつも通り迫撃砲で釣って、スピアで仕留めていきましょう。よし、全滅ですね。アイテムを回収して帰りましょうか。こっちに進めそうな穴がある。まだ続いてるのか。この先は一体どうなってるんだ。
まだ先があるんですか。これは当分帰れそうにないな。もうこれ以上ないって言って帰りましょうよ。隠蔽しようとするな。怪物を呼びやがった。あの奥に怪物の軍団がいるぞ。奥から怪物が出てくる。あそこが怪物の住処ってわけか。ここどうやら怪物の住処があるみたいですね。この先は怪物の国に違いねえ。うお、むっちゃ出てくるむっちゃ出てくる。これはきっと怪物の住処ですね。早くアリクエ持ってきて。無理だと思うよ。アリクエってアリを食べるからアリクエなんじゃないんですか。いくらアリでもこの大きさは厳しいと思うぜ。ってことは今回もずっとちまちま手振っていくしかないんですね。順調ですね。ちょっと待って、戦闘途中の至近距離増援は効いてないって。やばいやばい、一気に戦闘が不利になった。何マップを見るととんでもない数の赤点があります。かなりの低状況ですね。スピアには貫通機能があるのでうまく普通の敵を倒すしかない。こういう状況こそスピア盾の進化が問われるとき、新人タイミング暴れさせてもらうぜ。どこをどう見ても敵だらけ。すなわちそれはどこに打ってもスピアが当たるということ。打て打て打ちまくれ。考える暇なんてない。最大効率でスピアを打ち出し続けろ。現状はもはやアビ上官の光景だな。味方の叫び声しか聞こえませんね。とにかくこの状況を解決するには攻撃するしかない。味方が全滅する前に全滅させれば勝ちなんで。脳筋思考すぎる。味方を生存させるため回復アイテムは何で使って1分1秒でも長く生き残らせる。それはすなわち血を引く時間が増えることと同時に壁が見えるようになってきたな。けどまだまだ敵は残っている。次は壁に張り付きアリを狙う。ミニマップを見る限りどうやら上の通路に多くいるみたいですね。上原さんや糸をがされると厄介なのでこのまま接近して倒しちゃいましょう。洞窟の奥からこれほどの敵が現れるとは。普段はテレポーションシップからの投下でしたもんね。無数の怪物が誕生しているというのか。この奥で。おいおい、もう地球自体ガスになってんじゃん。これもう根絶無理ですって。一緒に共存して暮らす道探しましょうよ。目の前でドンパチしてる奴が何を言う。一体この先には何があるというんだ。きっと絶滅種がたくさんいる空間があるんでしょう。センターオブジアースか。くそ、これ以上進むのは危険すぎる。残念だが一旦引き返せ。はい、ここまで来て引き返すんですか。もう少し欲張って奥に進みましょうよ。まあ本部の指示だからしょうがないな。おお、新武器ですよ。フォースブレード、すんごいかっこいい名前ですね。そしてスピア系の新武器も手に入れたな。ついにスピア強化がやってきたんですね。ということで今回はここまで。次回もまた見てくれよな。